ケイチョンチャンネルで僕らは育った。ケイチョンチャンネルの子供たちだ。はい、ケイチョンチャンネル、ケイチョンチャンネル始まるよ。パラッパラーパラッパラー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 。はい、これちょっと分かれるかもな。箱根といえば、箱根といえば、いやこれはもうあれでしょ。あれかあれなんだよね。そうだから、いやいい、そういう迷いいいね。どっちだ、嬉しいね、考えてよかった。だいたいあれかあれなんだよ。一番最初に思い浮かんだ飯は、そうだよ、直感だよ。せーの、やっ、ちょっと待って、マラソン。これ間違いでしょ。マラソン、これ間違いです。駅伝、駅伝、駅伝、マラソン、駅伝よ、アウト。今のっすか、アウトです。厳しい、マラソンじゃねえから。すぐもう下げたけどバレたわ。バレたよ、おかしいと思ったぞ。マラソンって、箱根マラソン聞いたことない。温泉じゃねえか、おかしいな。はい、行くよ。日本のドラマといえば、日本を代表するドラマといえば、わかんねえ。ドラマ見ねえ。これ結構わかれるかもな。ありすぎて困るけど。日本を代表するドラマ。俺だよね。早いね。全然出てきてない。いや、どっちかな。ダイゴンに寄せるか。どっちからとかあるんすか。もう全然ダメです。いや、その昔か今かみたいなとこある。あ、視聴率、俺好きなドラマあんだけどな、それじゃねえんだよな。それじゃないね。うん、こっちだと思うな。いや俺ちょっとそっちやな、こっちじゃないな、そう、こっちだ。こっちとどっちなのそれ。割と新しい方かってこと、古い方かってことでしょ。はい、で、ほら、新めでいくよ。大悟も新しめ。いや、俺、違う。違う、俺、違うな、これ。俺、古めで言ったんすけど。古めも古めよ。古めっつ。あれ、フミヤは結構古いと思います。あ、結構てか、フライちげえかな。まあ、いいか、はい、無理にそんな合わせに行ってもおかしいもんね。いきます、せーの。バラバラじゃん。バラバラ、これでしょよ。でも千葉さん、あ、まあ、でも俺こっちか悩みました。そうそうそう、だから俺もこっちいたよ、ね、いたの悩み。いや、あ、あったの、ありました。こっちいいよ、なんプライドか。いや、まあ、確かに金八先生は確かに
確かにそれあるな。一番ないのどれ、この中で一番ないの。そいつ、そいつ1、マイナス1にしたんで、この中で一番ないの。東京ラブストーリーかプライドでしょう。プライドだろ。プライドっすか。プライドだ。フミヤだな。どう、タクマどう。東京ラブストーリーよ、まだ。いやでもまだこっちの方が多分イメージ強いよ。でもめちゃくちゃ流行ったっていう。キムタク。そうっすよね。じゃあ、見てたけどね。うん。じゃあ、フミヤでね、しょ、満場一致。じゃあ、わかりました。インパチ先生もちょっとなんか先生も微妙だけど、まあ金髪先生が、いやでもこれ今の新しめにして取っとくべきだったな、これは。うん、いやまあでも半沢合ってたからね、3人で頭の中にあったっしょ、はい、全然なかったわ、はい、じゃあその絡みでいくよ、はい、日本を代表する俳優といえば、俳優、男ね、個人もあるよ、個人も、個人ってわかる？亡くなった人。はい。これ合うと思うよ。男だよ。もう全然わかんない。まあ、大悟とフミヤは多分、俺に寄せてくれると思うけど。これか。絶対これ、大悟と俺は合うわ。もう俺すぐパッて思い浮かんだよ。っていうぐらいの。あ、それもあるな。そうだ、あ、よぎった。あ、でもこれだろ。ちょっと待って、普通はこれだろ。どうしよう。ちょっと待って、漢字が出てこない。あ、いいよ、聞いてみよう。まあいいや、言ってみよう、言ってみよう。出てこない。漢字じゃなかった。漢字か。タクマ多分トンチンカンな答えでいいと思うぞ。オッケー、寄せろよ、いくぞ、せーの。そう、おう、クラケン。うわお、やっと、タクマどうだろ。これか、まあ石原裕次郎かだよな。いや俺、キムタクは入る。合ってんのか、二人。はい、そうなんですよ、だから多分世代的なのっすね。俳優っていうくくりじゃねえかんな、そこは。本当俺、そうなんだよ。アイドルだよ。書けよ、じゃあ、フミヤ。これだろ。アイドルでしょうよ。なんですけど、名前。アイドルなよ。キムタクは。次行きましょう。まあでも、大悟、寄せるのがあれだから、これ。寄せるのが目的だから。ああ、そっちね。大悟、高倉健、よぎんなかった？いや、あともう一人は、トラさん。厚み教師ね。あれ役名だから。そうだね。危ねえ、トラさんって書こうとしたよ。トラさん役名だから。いくよ、まだちょっとこの関連でいくよ。日本を代表する次は女優といえば、ちょっとジェネレーション合わせていこう。どっちに合わす？そっち。だってそっち2人だもん。そうだな、女優で今って言ったら結構分散しないですか。確かに、もう女優がわからん。まあ女優だから俺は。あ、でも今そっちの世代に合わすんだったらもうパッて一人思いついたよ。マジで？うん。逆に俺らに合わせてたら大悟と俺は多分合うと思うけどな。え、じゃあもうこっちはそっちで合わせて、こっちはこっちで合わせます？ああ、それでもいいよ。そうするか。これ絶対合わねえもん、せーのでやっても。俺も合わないと思います。なあ。どんなそれでチャラにしようか。これはちょっと、外しに行くわ。何それ、外しに。合わすんだっつっての。これはだって、俺自分で嘘つけないもん、あの日本の名女優。こいつ女優？ちょっと待って、オッケー。この人女優なのか。いや、だからそれは多分それ思ってたら女優じゃねえよ。千葉ちゃん、カモン。よし、俺はもうこれ、お題はこれと思った。いくぞ、せーの。おーし、よし、ほら、ナイス、最後。いやいや、寄せて、あ、まあ、キキキリも悪くない。イズミピンコ。おもろい。誰ともこっち側に寄せてくれたらね。どっちか。鬼ばかりじゃないですか。吉永さんでしょ。
吉永だよね。吉永さゆり。吉永さゆりとは書けなかった。サンだもん。すごいすごいすごい、そこまで。え、泉ピン子も女優ですよね。泉ピン子は女優だけど。いや、ちょっと行き過ぎた。俺結構見てたんですよ、じいちゃんばあちゃんと。いや、それ渡る世間は鬼ばかりだろ。あのイメージしかねえだろ。はい、今日は次。じゃあ次は、海外ドラマといえば。もうこれ、もうこれしかねえだろ。もう元祖よ、元祖。元祖って言ったらあれだけど。元祖って言ったら答えになっちゃうかな。全然わかんない。ドラマ見ないの？全然見ないっすね。ドラマなのか、これは。ドラマって言ってんじゃん、だって。海外ドラマって言ってんのか。渡る世間はしか見てねえのかな。じゃあ分かった。考えやすいような音楽かけてやるわ。いくよ。てて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 。テテン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 テテテテテテオッケー海外ドラマ今の曲うんあ渡る世間はの曲ですテテ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 ンこれこれだろこれ合うと思うけどな普通に音踏みは多分合うわせーのえあこっちね。いや元祖っていうのが聞いた、ね、元祖だからね。元祖なんですか。これ元祖だよ。こっちか。それからちょっと待って、タクマ何隠してんの。おい、タクマ何隠した僕、ゴシップが。まあ、それはあるけど。プリズンブレイクがあるでもある。俺もプリズンブレイクか。寄せるならプリズンブレイクかなと思ったけど。そうだね。まあ、こっちに寄せてこいっていうことで。フミヤとタクマ、タクマはマジもう本当のぶっちぎりだよお前。ぶっちぎりだよまだ半分以上あるぞ大丈夫。はいその国で海外を代表海外の俳優といえば、ああそれはもうそれはもうはい、そんな感じなんだ一人とかなんだね。ちょっと待って。俺もめちゃめちゃ知ってるけど、この人で行くよ。いや、ちょっと合わせに行きます。うん。こっちだ。たくま、もう帰った。もう、はい、これで行こうかな、じゃあ。二択だったんだよ。二択二人しか知らないとかじゃねえだろ。行くぞ。いいか ?OK。はい、行こう。はい、せーの。よし。たくま、お前に合わせに行ったよ、これは完全に。いやー、ありがとうございます。もうなんか無理なんじゃないですか。いや、し まあ、好きだけど。自分すぎます、うん、ピンポイント好きだ、まあ、何の迷いもなく一発で帰ったからね、モーガンフリも。はい、はい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 。ジョニー・デップだよね。ジョニー・デップね。デップですね。デップか、ディカプリオか。だよね、ディカプリオも入ってるでしょ。うん。え、フミヤ迷わなかったの？いや、もうこれしかいねえだろうな。それしか知らねえのか。これしか知らねえのか。でも、いい映画、大体モーガン・フリーマン出てるじゃないですか。まあ、大体ね。大体出てる。でも、いい映画、大体あいつ主演じゃねえんだよな。ちょっと脇役、ね、脇役なんだよな。グッドボタンとチャンネル登録よろしくね。チャンネル登録よろしく。